The secret of the Naked's appeal lies in their simplicity. Bikes stripped of superfluity, but not of character. By losing their fairings, they have gained an alluring appeal. They hide nothing of their true nature, their mechanical soul and their steel heart proudly on display. Take one of these for a spin, and the acceleration will rip the air from your lungs as the wind shakes your body and screams through your helmet. You'll be overwhelmed by their disarming brutality, but this is the very reason you'll love them all the more. はい、本日も PC ゲーム、バイクレースゲーム、ライトのワールドツアーを撮っていこうかなと思います。はい、前回ですね、ネキトバイクのヘビーウェイトのラストを始めまして、ワールドネキトバイク、こちらですね、ヘビーウェイトグループの、3分割中の1で、こちら、チャンピオンシップに行く前の4戦の方を取っていきました。今回はですね、チャンピオンシップ1、まあ、1とは書いてないんですけど、勝手に3つあるんで1っていうことにしときまして、3分の2に関してはチャンピオンシップ1の3戦を1セットとして取っていこうかなと思います。まあね、いろいろごちゃごちゃ言ってもあれなので、早速レースの方に行ってみましょう。
Yeah.
はい、ということで、ネクストバイク、ヘビーウェイト、ワールドツアーのワールドネクストバイクの、チャンピオンシップ1の参戦を撮ってみました。いやーね、ちょっと1戦目がすげえ引くほど長くて、いや長いって言っても元とかに比べたらまあ、うん、まあ長い方かなっていう程度であれなんですけど、ライドだと結構長いコースになるのかなっていうことで、これ今後来るのかと思うとですね、結構引くレベルだったというね感じなので、今のところ予定としてては全中高、まあ、1,2,3 の、ワンセットで、ワールド、ネイキッドバイクですかね、こちらやっていこうかなと思ったんですけど、これねチャンピオンシップ全部一個一個分けた方がいいかなっていうのもありますんで、3分の1、3分の2、3分の3でいこうと思ったんですけども、4分の1、4分の2、4分の3、4分の4という形でちょっともう一個ね増やした方がいいかなというふうに感じました。なかなかねやっぱりどんどんハードになっていくんだなという感じですね。いやあとはねもうねグラフィックが結構重くてですね、見てる方もかくついちゃうかもしれないんですけども、そこら辺はご了承いただければと思います。ということで、一応ですね4分の2を取ってみました。次回はですね、4分の3であるチャンピオンシップ2をですね取っていこうと思います。次回も、見ていただければと思います。ありがとうございました。はい、それではですね本日、ご紹介させていただいたライドの買い方 PC 版ですねの方を、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。まずは、Steam も知らない人もいるかと思いますので、念のため、そこから行こうかなと思います。使っているブラウザーで、Steam って打っていただくと、まあいろんな検索結果が出てきて、こういう画面クリックしてもらうと出てくると思うんですね。でこちらで出していただいたらですね、右上の方に緑色で Steam インストールっていうものがありますんで、インストールをしていない方はまずこちらインストールクリックしていただいて、PC に Steam をダウンロードしてください。で終わったらファイルの方を開いて、インストールという感じですね。でその後、アカウントを作ったりなんやらして、Steam のソフトを立ち上げてください。今回はウェジの方でやっちゃいます。で、全部終わったらですね検索画面に、ライドと打っていただきますよいしょ。そうするとですね一番上にライドと出てきましたのでクリックしていただくと、でそうするとですね Steam の、中のライドの、ショップっていうんですかね、なんていうんだろう、まあそういうライドの、スペースというかそういうところがありますので、そこが出てきます。でこんな感じでプロモーションムービーがあったり画像があったりっていう形なので、おこれを見て、おお面白そうじゃん買おっかなみたいな風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で下の方ですねホイールスクロールダウンしていただくと、ライドゲームを買う、ライドデジタルデラックスエディションを購入する、シーズンパスを購入するというものがありますので、本体だけ欲しい方は、4580円の、このライドゲームを購入する。なんだライドゲームってちょっと不思議ですねで、なんかいろんな、まあこれに関してはちょっと欲しい人は自分で調べてもらうしかないんですけども、デジタルデラックスエディションいろんなもんごちゃ混ぜセットっていうものもありますので、こっちの方がいいよっていう人は6500円てください。でシーズンパスっていうのは、このゲーム用のダウンロードコンテンツっていうことで出てるんですけども、まあこれからもダウンロードで追加の写真とかコストが出てくるかもしれませんので、まあ、それが細々と398円とか1000円とかいろんな値段で売られるとは思うんですね。でそれらをシーズンパスを1480円で今のうちに買っとくと、後々出てきたダウンロードコンテンツは全部お金を取らないで自動的に、買った皆さんのパソコンにもうダウンロードして起動した時にインストールして遊べるようにしとくよっていうような便利なものですね。ただ1480円より下回る可能性も、例えばこのゲーム用のダウンロードコンテンツで今2つ出てるんですけど、これで終わりになってしまうと、まあ、39%39%で約400円として800円なので、1480円でもし買ってこれで終わりになると明らかに損
ということにもなりかねなくはないので、まあ多分それはないと思いますけどね。なので、ここら辺は、現状単品で良ければライドゲームを購入するだけの4580円だけ払う。でもすでにこのゲームのダウンロードコンテンツでヤマハのヒストリカルバイクス、まあ、あの昔のバイクだとか、ヤマハの2015年モデルのバイクがもう欲しいんだっていう人は単品で買ってもいいし、その後のコンテンツもどうせだったら買うからっていうことであればシーズンパス買っちゃってもいいのかなという形ですね。まあ、その前提の前にこのゲームちょっとやってみないとわからないという方はライドゲームを購入するの右の方行ってもらうとデモダウンロードっていうものがありますんで、こちらダウンロードしていただければ無料でネバダ2コースを楽しむことができますので、まずねやってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでしょうかね。まあ、あとはここら辺にシステム要件とかに入ってますんで、まあ、見ていただいて、条件に合ってるんだったら買われるでもいいし、合ってなくても買うからいいしっていう人はまあいいですけども、まあ、ぜひ参考にしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでですね、本日は、PC ゲームライドの Steam で買うを撮ってみました。ありがとうございました。